こんにちは。調子はいい？かわいいと思う。今日は AI んこと、写真で一言ということで。私の話しないで。してないよ。全然してないよ。ダメ。ダメでしてない。いきますよ。スパー。いきます。写真で一言。聞こえません。写真で一言。こちらの写真です。子供がパソコンを見てます。子供がパソコンを見てます。どう思いますか？こっちパソコン見てますよ。強そうです。強そうです。強そうかな、この子供。じゃあ子供のアフレコして。厳しい。厳しい。何してるんだろう。何してるの、子供は。何を見て厳しいって言ってるの。1+1=1 厳しくないね、全然。その厳しいって単語使えるやつが1+1厳しいわけないからね。じゃあ次行きますよ。ぶちのめす。ぶちのめさないね。行きます。目が怖いから殺さない。殺さない。さあ続いてこちら。さあこの二人がいますか。死んでないね。生きてるね。立ってるからね。立ってるから死人は立たないからね。二足歩行で生きててよかったね。当たり前だろ。普通に見てください。ちゃんとお寿司を送ってくるね。二人の世界だから今。この写真どう思う。何を見てる。そう、何か見てるね。これ何を見てますか。こいつどうしますか。こいつって言わない。おじいちゃんに。何を見てるの。シルシュ。シルシュじゃないね。シルシュいないね。このチャンネルのネタだから、それ。もうこのチャンネルでしかわかんないから、そのネタは。遠くで。遠くで、そう、遠くでなんか見てるね。じゃあアフレコして、この人たちの。さあポケモンがいます。さあポケモンがいます。あ、ポケモンの世界に来たんだ、このおじいちゃんたちは。あ、それで案内してるんだ、このおじいちゃんが。そういう構図なんだ、これは。終わりです。終わりです。そうだね。じゃあ終わろう、もう。そうだから。じゃあ次の画像いきますね。次の画像いくよ。行くわ。さあさあ、なんでしょうね。おじいちゃんがジムのおじいちゃんなんだ、これ。ありがとう。ありがとうじゃないね。何も感謝されるほど言ってないから今。ジムのおじいちゃん、ジム G ですか。ジム G ですか。そうなんですか。そうなんですか。そうなんですか。本当に。本当ですか。本当だよ。本当だ。本当だった。ジム G です、こいつは。このおじいちゃんどう思う。よくわかるのに。わかるよ。分かってるのかじゃない。その分かってるのかの使い方は違うからね。じゃあこのおじいちゃんのセリフを言って。おじいちゃんと。そう、アフレコしてどうぞ。楽しいですか。楽しいですか。楽しんでるよ、絶対。絶対楽しいよ、これ。他に何て言ってる。ドラゴン重たいぜ。なんて滑舌悪いな。滑舌悪いな、この鳥。本当だよ、今。褒めてないね。褒めてないよ、今のは。よっしゃ、次行こう。もう最後にこのおじいちゃん何て言ってる。諦めて。あ、もう、そうだね。諦めはもういい回答出ないからね。じゃあ続いて、どうも、次の意気込みはどう。猫かわいい。猫じゃないね。トカゲだね、これ。色も全然違うからね。じゃあ行きます。写真で一言。このトカゲは何を持ってる。トリケラトプス。トリケラトプス。あ、先祖のことを考えてるんだ。それだけですか。なんか見つかんない。吐かないから、こいつは。見つかるも何も。吐くことないから、こいつの人生で。このトカゲなんて言ってる。いいとこだな、これ。いいとこなんだ。次行きましょう。2。じゃあちょっと特技一回披露しよう。1+1は？言ったよ。1+1は？1は。1はじゃない。1+1は？お前は。お前はじゃない。お前はって言わない。1+1は？シルシル。シルシルじゃない。1+1は何ですか？2。そう。正解です。嬉しい？なんかいいですか？嬉しいですか？楽しくないですか？楽しいよ。楽しいな。楽しいね。そうだね、楽しいね。歌って。あ、いいよ、歌って。いいよ。楽しいですか。楽しいですよ。楽しいな。楽しいね、だから歌って。君の名前は。両方です。早くみんなにワクチン打ち分かるといいね。終わったね、その時代は。結構前に。ドラえもん。ドラえもん関係ないこと言うな。急に。嫌だ。嫌だじゃない。言わない、関係ないこと。よし。よしじゃない。全然よしじゃない。本当はおじさんなわけ。若者です。18歳です。近くなった。すごい。違います。とても食べてる。なんかいらないわ、今撮影中だから。いきますよ、続いての画像。こちら、あ、同族ですね。鳥類です。同じくだね。おすすめのとこある。おすすめのとこある。聞かない。急に仲良くなろうとしない、鳥類と。写真で一言。おい、これ暴言じゃない。ごめんなさい。ごめんね。許しません。ごめんね。全部さ。よかった。よかった、よかった。ありがとう。いやいやです。嬉しいです。仲良くしてください。仲良くしよう。会話しよう。会話してるね、ずっと。会話はしてるから。この鳥の鳴き真似をして。この鳥の鳴き真似をして。できますよね。そうなんです。そうだね、できるね。じゃあやろうじゃ。3、2、1。はい。はい。はい。そんなため息ついてるんだ、これ。めっちゃしんどそうだな。じゃあ、この悩んでる鳥になんて声をかけますか？悩んでる鳥がいます。鳥さん。おー、すごい。来た。そっからなんて言う？諦めて。諦めて。
何よ何よそれ捉え方によってはもう人生諦めちゃうからね、この鳥は。励ましてあげて、励まして。無理ですか？無理です。無理なんだ。無理なんだ。やっぱ敵対してるんですか？え、あ、そうなんだ。敵対しています。うん、あ、そうなんだ。それは仕方ないね。もう、じゃあもう次のやつ行こう。あれ、これさっきのおばあさんじゃない？これさっきのおばあさんに似てる。これっぽい。そうですよね。名前はなんていうの？知らない知らない。じゃあ名前予想して、このおばあさんの名前を予想してください。君の名前はなんていうの？両方。ありがとう。じゃあこのおばあさんの名前は？両方。違うね違うね。そんなわけないね。そういうことか。そういうことじゃないね。全然そういうことじゃないから。なんで勝手に納得してんの？じゃあこのお姉さんの名前は？なんていうんですか？教えてください。嫌ですか？はい、そうだ。嫌だね。じゃあやめよう。じゃあもう両方とじゃあお別れしよう。次の画像です。あ、また鳥居だ。最後に写真で一言お願いします。無理ですか？それこっちが聞くから。無理ですかは、この鳥のアフレコをしてください。じゃあ上の鳥はなんて言ってますか？こんな偶然ってあるんだ。こんな偶然ってあるんだ。じゃあ次、じゃあそれを踏まえて下の人は、下の鳥はなんて言ってますか？違います。何が何が、そんな何も今否定されてるようなこと言ってないからね。じゃあ下の鳥はなんて言ってる？関係ないね。関係ないこと話してるね。じゃあもう一つ、じゃあ回答を用意しよう。じゃあ上の鳥はなんて言ってる？年齢いくつ？年齢いくつ？下の鳥はなんて言ってる？年齢いくつ？年齢いくつ？どっちも聞いてるんだ。どっちも聞いてるんだ。これこの状況下でどっちか答えろよ。じゃあおかしいね。もうそんな会話はもう。じゃあどっちが先に答えますか、年齢を？うん、君、君関係ないね。この中に両方いないからね。